こんにちは、紹介者です。今回は前回の動画に引き続き、CSM オルタリングをご紹介したいと思います。前回の動画では開封から単体遊び、そして、グランドフォームの後期バージョンのデフォルトの変身までをやりました。この CSM オルタリングでは、このサウンドボタンを長押しする、時間に応じて、このノーマルモードでの変身音のバリエーションを選択することができるんですね。全部で8種類選択することができるんですが、順番にご紹介していきたいと思います。まずは一つ目。腕を振る音が前期バージョンに変化します。前期バージョンのポーズで変身してみます。微妙に違うかもしれませんが、こんな感じ。はい、続いては、はい、二つ目。第2話の、グランドフォーム変身バージョンですね。これ変身体験がならないんですよね。しかも戦いながら変身するっていうシーンになってます。ではやってみましょう。これで歩いてって、こう戦っていくんですよね。パンチしたり、キックしたり。結構長くこの状態が続きます。で、しばらくすると、はい、こんな感じで変身が完了する。いや、めちゃくちゃかっこいい。てか、この状態は、高輝度 LED がかなりね、ずーっと発光していられるので、もう見ていてすごくかっこいいですよね。はい、三つ目。これも結構第2話に近い感じ。やっぱ戦いながら、やられてからの戦いながら変身していく感じですね。で、確か初めて変身を見られちゃうんですよね。木の陰から。では変身します。変身。で、やっぱ同じように戦ってパンチとかキックとかするんですよね。で、しばらくすると変身が完了している。はい、四つ目。四つ目は第7話バージョンの、グランドフォーム変身バージョンですね。歩いて、バイクから降りて歩いて、変身が完了するっていうパターンですね。では変身してみます。煽りと正面からと、多分確か上からの変身で、いくつかのカットで変身してるんで、まあ、こんな感じになってる。まあ、そんなバージョンですね。はい、5つ目。はい、5つ目は28話で見せた、ストームフォーム直接変身ですね。ビルの屋上に向かって、を見ながら、こう、変身していく感じだったかな。では変身します。ちゃんと青に発光してストームフォームに直接変身できました。かっこいいか綺麗ですね。そういえばストームフォーム初変身ですね。で、劇中で登場したのはストームフォームの直接変身だけなんですけれども、フレームフォームとトリニティフォームでも一応直接変身が用意されています。それが6個目と7個目ですね。まずはフレームフォーム。おお、ちょっと画面越しだとあんま赤に見えないかもしれないですけど、しっかりと濃い赤に発光して、フレームフォームに変身完了してますね。はい、続いてトリニティフォーム直接変身。おー、ちゃんとこう武器を取り出すところもありますね。最後8つ目は暁号での初変身シーンを再現しています。腕振り音、腕振り音あんのこれ。
曲と合わせた方がいいのかもしれないですね。では変身前からストームフォーム、そしてフレームフォームの変身もやってみたいと思います。で、左側のボタンを押せば、青に発光してストームフォームに変身できます。反対側のボタンだけ押せば、はい、このように赤く発光してフレームフォームに変身することができます。はい、ではここからは変身後の遊び方をご紹介していきたいと思います。まずはグランドフォーム変身状態での遊びです。まずは必殺技、3種類あります。セリフモードの時のみ長押し、あとは単押しですね。まずは一つ目、ライダーキック必殺技ですね。で、続いて二つ目。マシントルネイダーの変形音ですね。三つ目。3つ目はライダーブレイク。はい、続いてセリフ遊び。セリフモード限定ですけれども、このサウンドボタンを単押しすることで掛け声8つ、そして、セリフをいくつか聞くことができます。そしてセリフ。さらに特殊遊びとして、ボタンを2つ同時押しすると1つ目で秋と出現音が鳴ります。で、二つ目で秋との力が消失した時の音が鳴って変身前状態に戻ります。はい、続いてグランドフォームからのフォームチェンジなんですけれども、これもね、武器を出現してから変身するパターンと、変身してから武器を出現するパターンと、ノーマルモードでは選べます。セリフモードとデラックスモードの場合はもう決まってますね。何もしないで左側のボタンを押すと、はい、武器を出現させてから、ストームフォームに変身する。変身解除は2つのボタンを同時押し、変身解除じゃないや、グランドフォームに戻るですね。で、サウンドボタンを1回長押しすると、カチッと音が鳴ります。これで変身すると、今度は、武器の出現が後に来ます。同じく右側のボタンを押してフレームフォームに、2パターンで変身してみます。まずは、武器出現が先。
で、一回変身を、グランドフォームに戻して、で、長押しして、もう一回ボタンを押すと、はい、変身してからの武器出現ですね。トリニティフォームもそのまま変身すると、27話バージョン。長押ししてから、トリニティフォームに変身すると、ジオバージョンになります。では、ストームフォーム変身後の遊び方です。まずは必殺技遊び。セリフモードの場合は長押しですね。はい。ハルバードスピン、必殺技音が鳴ります。セリフモードではサウンドボタンを押すことで、はい。4種類の掛け声を鳴らすことができます。で、さらに左側のボタンを押すと、はい。ストームハルバードの出現音が鳴ります。で、ここからのフォームチェンジですが、グランドフォームに戻るときは先ほど言った通り、こことここを単押し。で、長押しすると最初の変身解除になります。右側のボタンを押すと、これもノーマルモードであれば、ここを長押しすることで、武器出現を前にするか後にするかを決定することができます。フレームフォームに変身しましたので、必殺技確認しましょう。はい、セイバースラッシュの必殺技音が鳴ります。で、フレームフォームで、セレクトを2回鳴らすと、左側のボタンだけを押した時にトリニティフォームのフレームバージョンの変身音になります。一回グランドフォームに戻って、ストームフォームに戻って、ストームフォームの状態でも、ここを1、2ってやると、右側のボタンを押したときに、トリニティフォームの、ストームバージョンの変身音となります。では、トリニティフォームに変身しましたので、トリニティフォームでの遊び方です。まずは必殺技。1回目でファイアーストームアタックの必殺技音が鳴って、2回目では、ライダーシュート必殺技音が鳴ります。セリフモードでサウンドボタンを単押しすると掛け声を鳴らすことができます。で、トリニティフォームでは左右のボタンを押すことで武器を出現させることができます。同時押しをすることで連続出現もできます。グランドフォームに戻るときは、単押し。変身解除をするときは長押しですね。はい、ということで今回はグランドフォームの変身パターンと、変身後の遊び方をご紹介いたしました。あと各フォームの変身ですね。次回の動画ではこのドラゴンズネイルを使用したバーニングフォーム、シャイニングフォームの遊び方、ご紹介したいと思います。はい、最後まで見てくれてどうもありがとうございます。以上、紹介者でした。バイバイ。